宮本エミリは日本のバイオリニスト、東京都出身、ソニーミュージックアーティスツ所属、オーボエ奏者、後に指揮者として活動した宮本文明の次女、父の仕事の関係で生後2週間でドイツに移住、1991年頃に帰国した後、7歳でバイオリンを始める。父の勧めではなく、友人が習い事をしていることに刺激を受けたことが、 きっかけで音楽教室の先生が優しそうだという理由でバイオリンを選択した。中学1年で再びドイツへ渡航。1998年、14歳でドイツ学生音楽コンクールドゥッセルドルフで1位入賞。1999年、帰国し東京音楽大学附属高等学校に入学。二千二年に東京音楽大学に進学。二千三年頃、 東方学園大学カレッジディプロマコースに編入学。2003年頃、女性クラシカルバンドバニラムードの結成に参加、芸名をエミリーとして活動。2004年から NHK 総合テレビ、お昼ですよ。フレアイホールにレギュラー出演し、番組内でテーマ曲などを生演奏した。当時の所属は、ビジョンファクトリー。2005年1月7日、 学業及びクラシックへの専念を理由にバニラムードを卒業という形で脱退。同年12月4日、NHKBS2 叙情課題全集に本名の宮本エミリー名義で父の文明との共演で出演。2006年のダメオーケストラメンバーに選ばれた。2007年2月7日、宮本のために書き下ろされた曲。 ファッション越し秘めた思いを収録したオムニバス CD イメージ6を発売。同日に公式サイトを公開して CD デビューに向けた本格的なプロモーションを始め、同年7月18日、アルバムスマイルで CD デビュー。同年10月2日、サントリーホールショーホールにてデビューリサイタル。2008年2月、大阪、名古屋、東京の3カ所をめぐる。 スマイルツアー2008を実施し、ツアーに合わせて、フォトエッセイ、スマイル、宮本エミリを発売。同年9月2日、セカンドアルバム、ティアーズを発売。ティアーズには宮本が抜擢された、TBS 系、テレビ、ザ世界遺産、メインテーマ曲、レアンファンツデラテール地球の子供たちが収録されている。同年11月12日、フランス人歌手、 クレモンティーヌの娘ソリータとのコラボシングル東京イパリを発売東京イパリは10月9日からフジテレビ系ののイタみな枠にて放映が開始されたのダメカンタービレパリ編のエンディングテーマとして使われた2009年3月11日初めて単独出演した山崎ウィスケットコーンチップの CM の放映開始 NHK 大河ドラマ 天地人気候テーマ、アウう恋、天地人気候、映画、クヌートのメインテーマ、命の星、ザ・ハップスブルクテンのテーマ、ドリームなどを担当。同年10月21日、最新サードアルバム、ドリームをリリースし、全国ソロコンサートツアーを行う。MBS 系、情熱大陸に出演。同年11月25日、スイートボックス元ボーカルのジェイドと、 日米両ユニットを結成し、セイントボックスを発売。また、NHK 第60回紅白歌合戦に出演し、秋元淳子と共演する。2010年4月から日本テレビのニュースゼロにカルチャーキャスターとして週1回出演。2012年8月22日、4歳年上の一般男性と結婚。同年12月5日、フジテレビ系。 2012 FNS 歌謡祭に出演。高田組、香原智美西野香奈とコラボレーションした。2013年7月31日、富士テレビ系 FNS 歌の夏祭り2013に出演。高田組、西野香奈、安全地帯、徳永秀明、沖っ氏阿賀妻博光、香原智美シャランキュウ、氷川清とコラボレーションした。同年10月上旬。 体調を崩し自宅療養。2014年1月まで公演を中止。同年12月13日に公式ブログで妊娠を発表。2014年5月、第一子の女児を出産。身長158センチメートル。視力は左右0.1。日常生活では眼鏡をかけるが、公の場ではコンタクトレンズを使用する。これまでに、徳永継を 鹿田京子、久保洋子、店村正木、堀正文に支持している。学生時代、バニラムードのメンバーとして活動したことは、2005年12月に NHKBS、BS フレアイホールに出演した際、経歴紹介のクレジットの中で記載されたが、デビュー後は公式プロフィールで言及していない。この点について、宮本の所属事務所は、あえて公表する必要を感じないとしている。 バニラムード脱退後からデビューまでの間、小沢誠二音楽塾、オペラプロジェクト、NHK 公共楽団や東京都公共楽団の定期公演、宮崎国際音楽祭などに参加し、経験を積んだ。当時は、父から買い与えられた1990年代製の楽器を使用していた。現在の使用楽器は、ドメニコ・モンタニアーナ。一番屋創業者。 胸継ぐ徳次が理事長を務める NPO 法人イエローエンジェルから対応されている。プロの音楽家になることを決意してからは、父、ふみきから厳しい指導を受け、練習中に泣き出してしまうこともあった。家族は両親と姉。2010年11月に結婚した姉を祝うため、収録した曲がアルバム4のバタフライ。愛犬はトイプードルのベリーとアンジュ。ベリーは、 ブレイクのミュージックビデオに登場している2009年11月16日笑っていいとものテレフォンショッキングコーナーに同じ事務所の西野カナの紹介でゲスト出演100分の1アンケートで犬を飼っていて現在バイオリンをやっている人という質問をしたところ結果は一人でタモリの携帯ストラップを獲得した自身のお友達としては人とようを紹介した オリジナルアルバムその他アルバムありがとうございます。